どうもアクアショッピーです、今回の生態入荷情報になります。水草とか、まあ、海水魚熱帯魚なんか来ております。では、熱帯魚の方からいきましょうかね。これはブルーエンゼルですね。ちょっと青みがかったエンゼルフィッシュになるやつです。これバンブルビードワーフキャットかな。前回一回来たことあるんですけど、それよりちょっと大きくなってますね。はい、こちらが結構お待ちかねのお客さんが多いダルメシアンモーリーです。今回はちょっと良さそうですね。前回ちょっと状態が良くなかったんで、こちらがアピストじゃなくて何ながらのやつですね。何だったかな、何ながらの、何ながらのアノマラってやつですね。これオス、こっちがメスですね。ゴールデンブッシープレコです、まあ、コケ取りとして使えるプレコのバリエーションですね。ブッシープレコのバリエーションになります。はい、コリドラスのアークアータスですね。このなんか目の位置のところからの尻尾までの黒い線、このアーチ状の線が、ね、あの特徴的なコリドラスです。これものすごく久しぶりに撮ったんですけども、まあ、クラウンキリーって言われるやつですね。こんな感じ、ちょっとオスとメスの綺麗さがちょっと変わるんですですけど、まあ、まだちっちゃいですが、そんなに痩せてはないですね。これ落としネグロですね。で、パンダプリステラ、これは初かな、うち初入荷だと思います。これコリドラスピグミーです。小型の人気種ですね。はい、次は、はい、グッピーオレンジレースコクラです。国産グッピーですね。はい、コリドラスシビリスです。シルバーフライングフォックスですね。黒いあのヒゲ状の苔の食べる達人です。あ、はい、ブラックライアーモーリーですね。こっちはこの箱は以上ですね。次こちら、まあ、苔類が来ております。で、流木付きの、ミクロソリウムのウィンディローブですね。こんな感じです。刃先が結構ねびっしりついております。で、これはミクロソリウムのハーディリーフかな。はい、で、これがちょっといろいろ入ってますね。エキノのチョコレート、とかミクロソリウムのですね、クレイジーリーフ2とかですね、フレーミング、あとはフィリピンミリですね。はい、次こっちにもね、トロピカからの、ブセの管が入っておりま
ております。ボルビディスですね。はい、こちらもエキノドロスのフルプレアかな。あ、まだありましたね、ミツクサ。これが、レースプラントの、何だったかな、どっちね、あ、ヘンケリだ、ヘンケリアヌスの方ですね。前回はマダガスカルエンスの方が入りました。はい、で、マリーモの台ですね。プセのレインボーで、アルジーライムシュリンプです。ヤマトに次ぐコケ取りです。が2つかな、2つ分入っております。こっちは赤ヒレ、ゴールデン赤ヒレですね。そしてあとは海水かな。海水魚がですね、いろいろ、まあ、いろいろっていうか、まあ、ちょっとずつなんですけれども入っております。どっちからいこうかな、まあ、これ定番のやつからです。はい、熊の実ですね、隠れ熊の実入っております。ちょっとでヤドカリ、黒色サンゴヤドカリ、見えづらいですけどちょっと綺麗なヤドカリで、まあ、銀ポヤヤマ銀ポとかですね、三つ星スズメとかですね、ハゼ、こういうハゼなんかも入っております。スズメダイの仲間とか可愛いですね。はい、こういうダムセルの仲間とかですね、入れました。あとは海水はなくないか。はい、オトシンクルス、これは普通の赤ヒレです。はい、ラスト、サヤミズフライングフォックスです。ちょっとまとめたんでてんこ盛りになっちゃいましたね。以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。